はい、こんにちは。今日はもう早速ちょっと食材が出ちゃってるんですけど、今日またチェリーバーガーさんの方に来まして、新しいチャレンジメニューができたということで挑戦してきました。で、今回こちらがエアフォースモンスターという、今まで3段だったハンバーガーが4段になって総重量 6.5 キロということです。チャレンジの制限時間が44分、で一人で完食した場合は、無料で、2人で完食すると、半額になるそうです。仮に、失敗をすると、13,200円のお支払いということです。チェリーバーガーさんの方では新しいチャレンジメニューを発表しておりまして、一応最初は、僕が、お話しさせてもらって作っていただいたイエローのバンズのやつですね。で、2つ目がさくらさんがプロデュースをしたピンク色のハンバーガーで、今回はですねマックス鈴木さんが、考案をした4段のハンバーガーとなっております。一応このチャレンジメニュー自体が、5月の22日から開始してまして、今日翌日の23日となります。でもちろんですね、初日の方にはマックスさんが挑戦しておりまして、そちらの動画を、概要欄には貼っておくんですけど、クリアするだろうなんていうちょっとマックスさんからのねプレッシャーがありましたんで、僕も本気で今回は挑みたいと思います。ですので、ちょっと食べ方とか汚くなるかもしれないんですけど、そのあたりはご了承いただければと思います。それでは早速チャレンジに参りたいと思います。はい、ただいまから、エアフォースモンスター44分チャレンジ、スタートします。5秒前、4、3、2、1、スタートです。はい、すいません、ちょっと崩れそう、いただきます。とりあえずこれをうわ、チーズがすごい、これちょっとこれちょっと崩れそうなんでね、取らさせてもらいます。あ、うまっ。
まうん。
ごちそうさまです。おい。はい。おぉ。お腹いっぱい。31分？違う、32分36秒、多分。今回いただいたメニューが、まあ、チャレンジメニューなんですけど、こんな感じで、あの、普通メニューもあります。一応こちらのメニューは6月から販売予定で、一応ですね、1日5組様限定の先着販売となりますので、本当にこれが食べたいと思っていらっしゃる方は、一度お店の方にお電話して来ていただくと間違いないかと思います。はい、でも、あの、仮に限定がなくても他にもいろんな美味しいバーガーがございますので、ぜひともチェリーバーガーさんに食べに来てください。以上、ラスカライでした。じゃあね。お腹いっぱいでございます。